どこかの鬼滅に鬼滅に近いような技が出ます。でもどこなんでこっちやばい、なんか遠目うんラグやばい、シュ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 。はい、どうもドライトです。さあ、ということで今日はですね、マーケットプレイスで購入しましたこちらウェポンズアンリミテッドをやっていきます。イエースイエースイエース、これね、マーケットプレイスで買ったんですけど、あのブロックフライデーというのがありまして、その時の初日の 75% オフのマップなんですよ。はい、でね、これ動画見て、あ、面白そうだなってので買いました。即購入ということで、まずは紹介いたしましょう。まずは直樹さん。あ、どうも。撮影でこのスキン見せるの初めてだったか。あー、どうだっけな、初めてかな。全部ライブだったから、まあ、多分初めてだと思うぞ。あ、そうか、撮影は初めてか。はい、よろしくお願いします。どうも。はい、じゃあ続いてワイバンさん。はい、皆様お久しぶりでございます。まあ、マイクラ持っといたいというところですかね。まあ、じゃあ、とりあえずね、このマップについてはほぼほぼ初見なのでね、とりあえず、まあ、ちょっと雰囲気をね、あの、どもちまの英語力で頑張っていきたいと思います。お願いします。俺英語ダメなんでお願いします。はい、みんなの英語頭脳は私が引き受けます。お願いします。続いてムさん。あれー、あー、でおめえだよ。誰じゃねえよ。じゃあ続いてドラグンさん。寝起きの俺です。よろしくお願いします。寝落ちかい。寝起きかよお前。寝落ちかい。まあ、ということでね、今武器ガンガンやってますけど、それぞれ紹介しましょうか、一つずつ。じゃあまずこちらの一番左のこちら、ディバインブレード、これはデバフか、神の剣のあたりですかね。うん、こうやってバフがつくんですよ。こう今はなんか攻撃がついたりとか、うん、味方全員につきます。ムーさんがやっているのがこの水の剣かな、ソードオブシーズとか、海の剣だ。まあ、どこかの鬼滅に近いような技があります。トールハンマー、嵐のハンマーかな。ストームハンマーですね。まあ、雷が鳴って周りが火の海になるっていう、そういった武器でしょう。はい、トルネードセーバー。うわ、これですね、トルネードセーバー。うわ、すげえ飛ばしていきますね。竜巻のセーバーだな。セーバー、うん、見たまんまだな。エクスプローシブアイアンハンマー、石塚の爆発性の鉄のハンマー。うわわ、やばいやばい、あの殴ると爆発するね。これうるさいな、めっちゃ。でエレクトリックかな、これ3エレクトリカイドオブシディアン。これネザライト塚の電撃がまとわれた黒曜石の剣、電撃だな。なんだろう、どっかの元で出てきそうな気がするんだけど。うん、ありそうやね。で、もう一つが毒ですね、これは。毒の剣みたいな。これは毒だな。毒の、ダイヤモンドとかの毒が塗られたエメラルドの、だが。めっちゃ宝石使うやん、お前。エメラルド。高そうだな。高そうやね。で、最後、これが、これ回復するんだっけ。マンプリックネザライトサイズ。鉄塚のネザライトのカマで吸血鬼だな、これ。間違いない。体力、ライフ吸収か。多分ね。で最後投げナイフが来ないですね。投げナイフだな、間違いない。スローイングナイフ、スローイングナイフという感じですかね、今のところ。まだ他にもいっぱいあるらしいんで、どんどん解放していきましょう。多分 ここにもあるし、ね、なんか見たことない。これ誰か捨ててるんだろう。俺は捨ててないんだから、誰かの後ろでしまった。うん。でこの黒い剣もあるし、コンボとか、うん。よし、じゃあ行きますか。よし、行くぞ。行くぞ。じゃあ、このボタンの先に何があるのか、アリーナ。アリーナ。ファイトモブスか。あのテストアワー、テストアワー武器。やっぱ PVE なんだ。あ、最初これか。あー、ゾンビか。エンダーソード。これエンダーソードや。あ、始まった。私はね、ソードオブフレイムズ、炎の剣ってとこだな。終わった。あ、終わった。コイン落ちてる。あ、コイン落ちてる。あ、いいな。あ。ザ・マイン。あ、どんどん。そういうタイプなの？ね、交換できる。あ、お金くれたの？あれ？ありがとう。これね、英文見る限りね、金を稼いでザ・フォージ、つまりまあ、鍛冶屋
鍛冶屋か、まあ、金床かそんなところかなって言って、うんうん、あの武器を新調するらしいっすね。おお、あ、これか。おお、え、なにこれ、で、なにコインを、あー、うん、お、なんだ、これ誰が今誰、俺がやった。あ、なんか変えれる。金床に向けてアクションを起こすことで、まあ、メニューを開いて、そしてボタンを使ってカスタマイズ、アートの武器をカスタマイズしよう。で、ウェポン、あの武器に対してあのアクションすることでクラフトできるよと。なるほど。いうことらしいが。武器何作ろうか。一人やっていくか。うん。魔法の氷。おそらく属性だろうね、それ。ああ。爆発とか。おお。いいね。いや最初俺作らして、俺作らして。何しよう。武器種類何じゃないから、まず装備作るから。武器ちゃんと決めてよ。うん。カマと槍、お、槍、槍いいんじゃない？俺槍にしようかな。じゃあ槍から。ああ、バレた。待って。あ、そういやワールドで FF のコラボあったから。あ、そういえば、Steam で FF のリメイク来ると楽しみにしてるんだよね。どうしようか、早速雑談が始まった。まあ、作ってる間は暇だからしょうがないね。これにしようかな、俺。じゃあ俺これにしよう。で、これでお金を入れていけばいいか。これで17コイン。あ、これで多分武器を右クリックで作れると思います。いや、来たー。あー、フローズン。あ、これ氷だ。あれ、え、一人だけだった。え、一人だけ、ワンチャンこれ一人専用、まさかの。いや、いけるんじゃない？いやでも、戻れるよ。いやでもね、ちゃんとコマンドあると思うんだよな。というわけで、あ、でもここからスタート、ここからスタートってところだな。あ、普通に戻れるじゃん、これ。あ、戻れるから、みんな作れるよ。トリアルだ、じゃあ。うん。あ、ウェポンガイド。本当はウェポンガイドって書いてある。あ、それで、多分右クリックで設置できるんよ。なるほど。ワンチャン右クリック回収？殴っちゃいけんなと思うんだよな。殴ったらダメなんだよね。さっき見た感じ、鉄とか掘ればお金もらえるんだっけ。練習。あ、氷になった。おー、なるほど。テュートリアルでさ、あの炭鉱みたいなとこあったじゃん。あれ、あそこで掘れるぞ。なってなんだ、掘り作業以外になんかできないのか。え、アリーナ、アリーナがあるじゃん。アリーナでお金集めできんか。うん、多分そうよね。アリーナ集める。あともう一個食料のとこ探してくる。お、武器くれるこいつ。え、作るのっていいじゃ ん、 石ん。いや、またまた弱い武器でしょ。この人、この人。あ、本当だ。ボーンとか、ボーンとかあるわ。あ、投げナイフも買える。あ、ハックソードあるじゃん。50コインで。あ、ムーンさんも戦ってる。ちょっと一人で戦うの。いや、あの通り道にいたんで。うん、あ、これ通り道だ。エンダーパール落とした。え、めっちゃ戦ってるやん。ラウンド1、ラウンド3やん。よし、氷で、氷がスピードを作るんだ。なるほど。おい、氷の槍じゃ。ラウンド4。はいはい。ほら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 、おりゃ、よし、おりゃ、はい、おりゃ、おん、お、ん、いけ、なんかラグいな。うん、ラグい。ちょっとラグいか。あらあらあら、ダメージが足んねえ。あー、ラグすぎて。殴いのか。まあ動いてるのが大きいからしょうがないとも言えるが、うん、全然パンで。やべ、どこ、なんで攻撃されるの。やばい、なんか透明うん、ラグ、やばい、死ぬ。コインを、コインを突っ込んでいけなくなった。あ、痛い。死ぬ、やばい。なんか意味不明な攻撃を食らっている。意味不明だぜ。てか、なになにこれ。あ、死んだ。あ、ハスク。なんでハスク。いやー、企画倒れだな。
ちょっとこれはよろしくお願いします。えぐいな。ちょ、解散か今日は。まさかの解散。今日はちょっと終わりますかもう。もうこれはあれですね、もうマルチに向いてないマップですね。いやー、重いは。マイクラのせい。そうだな。処理速度が遅い。多分最低でも 2人か3人ぐらいかな、できても5人がちょっと多い。もうシングル専用か1人、うん、事実上1人かなという感じですね。まあ面白いですよ、武器がいろいろあって、それは面白いんで。あと建築も良かったしね。そうそうそう、建築めちゃめちゃかっこいい。これはもうここで鬼ごっことか普通にできますね。じゃあ今日はとりあえずこの辺で終了しましょう。では皆さんありがとうございました。ではお疲れ様でした。バイバイ。雨降った。バイバイ。あ、危ない。死んでもうた。